6月16日、バレーボールネーションズリーグ2024の予選ラウンド最終戦において、世界ランク5位のアメリカと激突した女子日本代表。アメリカの高く正確なブロックに苦しめられ0対3で敗れるも、ファイナルラウンド初戦で再び中国と対戦することが決まりました。前日のセルビア戦では、事前にパリ五輪出場が決定したことや、相手が若手中心のチームで挑んだことなどもあり、気持ちよくストレート勝利していた日本。その後のセレブレーションでは嬉しそうにキャップをかぶり、これまでの応援に感謝する選手たちの姿がありました。そんな日本の予選ラウンド最終戦の相手は、すでにパリ五輪に向け出場12選手を選出している世界ランク5位のアメリカ。しかし、日本もパリ五輪で優位に試合を進めるためにも、そしてファイナルラウンドへの勢いをつけるためにも、勝利で終わりたい試合となっていました。そんなこの試合は第1セットからアメリカの高く正確なブロック、そして高い位置からの正確なスパイクに苦しめられます。第1、第2セットを落とし迎えた第3セットはメンバーを変更し、五分の展開に持ち込む修正力の高さを見せるも、0対3で完敗となっていました。この試合後、古賀紗理那キャプテンはアメリカとの力量差を痛感しながらも、試合の中での課題修正に言及。ファイナルラウンドに向けては、サーブで相手を崩し、日本らしい組織的な攻守を再度徹底していきたいことなどを引き締まった表情で語ってくれていました。この試合後、海外メディアのバレーボールワールドは公式 SNS で各予選ラウンド最終戦の情報とともに、パリ五輪でのプール分けに重要な世界ランクやファイナルラウンドでの対戦表を続々発表。日本は世界ランク7位となり、ファイナルラウンド初戦は中国と対戦することに。また公式サイトでも、アメリカはバレーボールネーションズリーグファイナルで最後の席を確保するために日本を締め出したとのタイトルで、アメリカが日本に勝利したことでファイナルラウンドにギリギリ滑り込めたことや、予選最終戦終了により準々決勝の対戦が組まれたことなどを報告。この記事の中で、日本と中国はファイナルラウンド初戦にアジア勢同士のダービーに臨むとして、世界ランク6位の中国と7位の日本がアジアナンバーワンの座をかけ挑むことを報じてくれており、アジアだけでなく世界中から熱視線が向けられていることが記述されていました。そんな投稿に、海外の方々から、日本としては予選で勝った中国、そして次はおそらく互角だったブラジルに勝てば決勝か、もしかして日本の最終戦の狙いはこれだったのか、など様々な声が寄せられており、日本のメダル獲得も叫ばれているようです。日本がわざと敗れるような素振りは見られませんでしたし、これを狙って予選ラウンドを勝ち抜いてきたわけではないと思うのですが、決勝ラウンドの好位置に海外から羨望の眼差しが向けられているようです。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。日本は中国と準々決勝か。予選通りにはいかないと思うが、勝ってほしい。準々決勝が中国でよかった。勝てばいきなりベスト4だし、さらにブラジルに勝てば決勝だ。日本は決勝ラウンドでかなりいい位置にいるのでは。中国に勝ってるし、ブラジルともいい試合したし、中国はポーランドとトルコに勝っている。かなり強い相手だが、予選の時のように頑張って勝利してほしい。決勝トーナメントに残ったチームは本当にどこも強いので、
その中で中国との初戦になったことは良かったと思っている。中国は日本に負けてから広いつなぐバレーを始めたから要注意だ。予選で当たった時のような中国ではないだろうが、しっかり休んでまた挑んでほしい。そうすればメダルが見えてくるぞ。アメリカ戦での様子で疲れが溜まっているように見えた。タイへの移動もあるのだが、しっかり休んでほしい。準々決勝はいきなりアジアナンバーワン決定戦。今回もきっちりどちらが上か見せてやりましょう。中国もギアを上げてきているが、日本もアメリカ戦から気持ちを切り替え、初戦から全力で挑んでほしい。このトーナメントの中では日本としてはかなりいい場所にいる。中国に勝ってもブラジルとなら予選を見る限りいけそうだ。19日には五輪のプール分けもあるが、まずはネーションズでのメダル獲得に注力だ。常に全力で挑んできた日本は疲れもあると思いますが、初戦中国戦から全力で挑んでほしい。福岡ラウンドお疲れ様でした。そして感動をありがとう。決勝ラウンドも楽しんで勝利を重ねていってほしい。日本の女子バレーは歴代最強。しっかり休んで中国戦に挑んでほしい。パリ五輪でのメダル獲得も厳しいが、まずは中国戦勝利に全力でチャレンジして、ネーションズリーグメダルも目指してほしい。この決勝ラウンドで3位以内に入らないとオリンピックでもメダルもないので、なんとか調整して良い戦いをしてほしい。全力で応援している。